方、鑑識はこの日被害者のバイクを入念に当たることにした。加害車両に追突されたのだから、どこかにその痕跡が残ってはいないか。もしバイクから塗膜片が見つかれば、道路脇で見つかったものの中にかなり有力な候補が上がるはずだ。捜査の指揮を執る石井補佐も鑑識活動の成果が気になって立ち会わずにはいられない。今この瞬間も犯人は何かの顔で生活を送っている。絶対に足立せなあかんわな、ほんまに頼ませてもらおうさ、足立させて。死後9日間も野ざらしにされていた被害者の無念は想像してなお余りある。鑑識も同じ思いで懸命の作業を続ける。そしてついに、あるぞ、明日は。これ違うか、これや、このフレーム、これや。よかった、これだ。テールランプ付近から3ミリほどの微細な塗膜片を発見。よかったな、どうだった。シルバーです。ああ、補修ですよ、やっぱり補修か、うん、シルバーと上あれと。その塗膜片からついに車種が特定された。別の場所から見つかった2つの塗膜片はピタリと一致したのだ。捜査会議にも一段と熱がこもる。こういう風にね、フェンダーストップランプの右端、この辺りに大事的に当たってます。現在遺留品としては、昨日から拾っている塗膜片、これと表面がブラック、このブラック間違いありませんので、これが被害単車のストップ工具のフレーム、シャーシー並びにストップランプの枠、これについてました。だから、現場遺留品のブラックの塗膜片はフェンダーの先端並びにボンネット、この辺りが剥離してます。遠慮せんとどんどん聞いてくださいよ。自分で当たって自分で判断せなあかんねえからね。でこれはあとは被疑者と知恵比べやからね。被疑者は回ったあんたらをどないでごまかすことで必死になってないからね。特定された車種について、周辺地域の車を一台一台当たり絞り込んでいく車当たりは、ひき逃げ捜査ならではのもの。これなんですよ。事件発生から日数が経過しているため、すでに修理工場や解体業者に出されている可能性もある。こうした業者の元を一軒一軒渡っていく。今日までの間にこのね、解体してませんやろか、マシンとかで。そんなんは入ってませんわ。たとえ無駄足と分かっていても、そこに車があれば目を皿のようにして見ずにはいられない。ステーションはない、うん、まあ行こうか。ないわ。執念の捜査は果てしなく続く。一般市民の協力も欠かせない。加害車両と同一車種をとにかく一台一台しらみつぶしに当たっていく。そうすることで捜査の的は絞られ、犯人の姿が浮かび上がってくる。どうもすみません、ありがとうございました。あ、これであのうちの方もこの車を確認させてもらってございます。あ、そうですか。あのご主人の車ではないということで、わかりました。はい、どうもすみません、ありがとうございました。頑張ってください。はい、どうもありがとうございます。それぞれ分担して車当たりしていた捜査員たちが夜再び捜査本部に戻ってきたが、未だこれという収穫はない。ここまで来て暗礁に乗り上げたら犯人を逃すことにもなりかねない。差し物石井補佐の顔にも焦りと疲れの色がにじむ。その時有力な情報が飛び込んできた。いっぺんな、場所から言うともぴったり来すぎやからな、うん、これあんたから聞いて。石井補佐が情報提供者に直接確認する。それともな、黙って腹くぐってな、起こす方がええんかな。あの、あんたからもらえへんかったら俺これ一切わからんネタなんやから、その判断はあんたに任せる。そいつが持ってったいうこともわからへんから。
次に次やったら合うわな、場所も死んでる思てなかった。ごくごくやけど弁護士相談やったら情報提供者は現場周辺で事故を起こしたという知人から相談を受けたという。出頭するよう説得してもらい結論を待つ。どっちのところも中途半端で終わらないがたとえガセでもな、他の内容ちゃうもん。女の人一緒に跳ねてな、本人は知ったそこまで認知がなかったら認知かで、あと10分か20分待ってほしい。待ってる話しちゃうんや、こんなもん。そやからそれぐらい腹くくらして、さあ具体的に影は見えましたわな。